はい、毎日学習会の話で早速やっていきましょう。今日はあれですね、ちょっと SLC のことをちゃんと理解してから SLC を受けましょうってお話をちょっとしようと思ってます。よろしくお願いします。理解って言ってもいろいろあるんだけど、例えばアドミッションポリシーをちゃんと読むとか、 SLC ってそもそもどういう設計思想で作られたキャンパスなのかなとか、そういう話っていうのは多分 SLC 関係の本とか、いろいろ読んでれば、それこそ10冊ぐらい買って読めば大体分かるはずなんですよね。なんか勉強して分かんないことがあるときに、ちょうどその10冊分1キロぐらいの本を、皆さんお金なかったら別に借りてもいいんだけど、図書館とかで借りて一通り読みましょうっていうのは、これすごい大事なことだと思っていて、それをやることによって、結局なんていうんだろう、うまくね、やっぱ理解が進むっていうところがすごくあると思う。そういうところをね、やっぱちゃんとやっていくっていうのはものすごい大事な話だと思うんだよね。だからそういうことをちゃんとやっていくっていう風な部分であったりとか、そういうところをみっちりやっていくってものすごい大事だなっていう風に思っていて、本当にそこをちゃんとやっていく。あと、例えば面接まで行った子に関して言うと、うちでよく言うのは、SLC の大体教授たち、准教授とかも含めて多分100人ぐらいなんですよ、総合センター環境情報で。そしたら100人の顔と名前とどういう研究やってるかぐらいはちゃんと100人一首みたいな感じで覚えましょうって話をしてて、そうすると面接行った時にどの先生がどの専門分野やるとか分かるわけじゃないですか。でそしたら質問聞かれたら、なんちゃら先生の専門分野にあるなんちゃらのようにとかって言うとさ、あ、この子ちゃんと調べてるっていうか、なんかそこまで面接の準備してきたんだっていうさ、それか人生のその一大事におけるその面接において、そこまで調べてきたんだっていう風な、そういうなんかさ、印象があるっていうのはすごくやっぱり評価高くなるよね。みんなその面接終わってから、の先生誰だっけってなって調べて、あ、この先生だってわかるじゃん。それ遅いんだよ。面接受ける前にそれやんないと。で、そしたらその先生の専門分野がどれだからっていうことで、ある程度そこに合わせて話ができるわけだから、合わせて話ができるかどうかは読書の次第だと思うから、分かんないことがあったら本を10冊借りてきて、並び読みでいいから目次見て、興味あるところだけでいいから読むとか、そういう形でいいから読むっていう習慣はちゃんとつけた方がいいですよ。それができるかどうかってやっぱりすごい大事なところで、そういうところをね、やっぱりちゃんとできてるかどうかっていうのは、最終的にこの後研究するのに向いてるなっていう、それは英語力とか数学力とかいろんな要素あるんだけど、この後研究するのに向いてるなっていう風な認識を得られて合格できるってところはすごくあると思うから、それをしっかり頑張ってやっていくっていうところが、すごく重要な部分かなと思っていて、本当にそれができるかどうかっていうところが、すごい大事だと思うから、ちょっとそこの部分に関してはね、頑張ってやってみていただければなと思います。本当にそれができるかどうかっていうところが、すごい大事だと思うんで、なかなか最初のうち大変だと思うけど、頑張ってやってみてほしいなと思います。やっぱり当たり前の基準っていうのが結構なんちゅうんだろう、自分とさ、その SFC の当たり前の基準、 SFC 生のさ、当たり前の基準って結構違ったりするし、そういうところやっぱ合わせていくっていうのが、合格する上ではすごい大事だったりとかするから、そういうところはちょっと考えてみてほしいなと思います。よろしくお願いします。